エヴァン・ベイツは、アメリカ合衆国ミシュガン州、アナーバー出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、エミリー・サミュエルソン、マディソン・チョック。2010年バンクーバーオリンピック。2014年、ソチオリンピック。2018年ピョンチャン、オリンピックアメリカ代表。2015年世界選手権2位。2019年4大陸選手権。2008年。 世界ジュニア選手権優勝。2014グランプリファイナル2015年、GP ファイナル20174大陸選手権、ミシガン州、アナーバーで生まれ、4歳でスケートを始めた。2000年に、エミリー・サミュエルソンとカップルを結成。2004から2005シーズンの全米選手権、ノービスクラスで優勝し、翌2005から2006シーズンにより、ジュニアに移行して、 ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。2006から2007シーズン、JGP メキシコ杯と JGP 台湾杯で連続優勝を果たし、初進出の JGP ファイナルでは2位となった。全米選手権では、ジュニアクラスで優勝を果たし、メダルが期待された世界ジュニア選手権は途中棄権に、終わった。2007から2008シーズン、 地元開催の JGP レイクプラシットと JGP ウィーンハイで優勝し、2度目の進出となった JGP ファイナルでは2年連続の2位となった。全米選手権にはシニアクラスで出場し4位。3シーズン連続の出場となった世界ジュニア選手権で優勝を果たした。2008から2009シーズン、シニアクラスへ完全移行し、スケートアメリカで4位。 NHK 杯で3位となりシニアのグランプリシリーズで初めて表彰台に上った。全米選手権では2位となり、初めてのシニアの ISU チャンピオンシップとなった4。大陸選手権では3位。世界選手権では地元アメリカの観客からスタンディングロベーションを受ける演技を披露し11位となった。2009から2010シーズンはグランプリシリーズに大会に出場。 うち NHK 杯では3位。全米選手権でも3位となりオリンピック代表の座を獲得し、バンクーバーオリンピックに出場11位となった。その後、シュピルバンドとズエワのもとに移籍した。2010から2011シーズンは、リフトの練習中にサミュエルソンのブレードがベイツのアキレス腱を切ってしまったため、ベイツは手術を行った。 怪我の回復には6ヶ月を要するため、グランプリシリーズの出場を取りやめた。その後も競技活動を休止、シーズン終了間際にサミュエルソンとのパートナー解消を発表した。2011から2012シーズンでは、シーズン初頭にマディソン・チョックとパートナーを組むことを発表、引き続き、シュピルバンドとズエワに支持することを決めた。新カップルのデビューとなった。 フィンランディアハイでは3位と検討、その後もスケートカナダで4位、エリックハイで5位とパートナーを組んだばかりとしては、好調な成績を収めている。2012から2013シーズンは、全米選手権で前年から順位を大きく上げ2位。4大陸選手権では3位。世界選手権では、お互いに、自己最高の7位となった。国別対抗戦は1位。 2013から2014シーズンはグランプリシリーズ2戦で銅メダルを獲得。全米選手権では2年連続で2位。ソチオリンピックは8位入賞。世界選手権では自己最高の5位に入った。2014から2015シーズン、スケートアメリカでグランプリシリーズ初優勝。ロステレコムハイでも優勝し、2連勝で初のグランプリファイナル進出を決めた。そこでは、 銀メダルを獲得した。全米選手権では、初優勝。四大陸選手権では、グランプリファイナルと同じくケイトリン、ウィーバー、アンドリュー・ポジェグミに次銀メダルを獲得した。世界選手権では SD で、すべてのエレメンツでレベル4を獲得し1位。FD では順位を落として2位になるも、自身初の世界選手権のメダルを獲得した。2015から2016シーズン。 グランプリファイナルで2年連続の2位。全米選手権では4年ぶりにマイア・シブタニ、アレックス・シブタニ組に敗れ2位。4大陸選手権では3位に終わった。地元アメリカ開催の世界選手権では前年より一つ順位を落とすも銅メダルを獲得した。2016から2017シーズン、グランプリシリーズは2戦ともに2位。 3年連続出場のグランプリファイナルでは最下位の6位。世界選手権では SD で表彰台圏内につけるも FD のシンクロナイズドツイズルでミスがあり7位に終わった。2017から2018シーズン8月にチョックが右足首を負傷し砕けた骨片が残ったままシーズンが始まった。グランプリシリーズでは2戦共に2位。 4年連続出場のグランプリファイナルでは5位に終わった。全米選手権では SD で3位発進で、FD1 位と巻き返すも首位に0.52点、及ばず3位に止まった。ピョンチャンオリンピックでは、チョックが SD のウォームアップで右足首を負傷した。さらに FD のダンススピンでは、2人の靴のブレードが接触した影響で転倒し、総合9位に沈んだ。 世界選手権では2年連続で表彰台を逃し、シーズンを通して、チョックの怪我に苦しめられる結果となった。5月下旬にはコーチを、マリー・フランス・デュブレイユ、パトリス・ローゾン、ロマン・アグノエルに変更し、練習拠点をカナダ・モントリオールに移した。2018から2019シーズン、当初はグランプリシリーズへの参加が決まっていたが、 怪我からの復帰に万全を期すために出場を辞退した。1月には、メンタートルン坂月で優勝して、競技会に復帰した。全米選手権では、前年よりも一つ、順位を上げ銀メダルを獲得した。4大陸選手権では、同門のマディソン・ハベル、ザカリー・ダナヒュー組のレベルの取りこぼしが重なり、2位から逆転優勝を果たした。もに、 別々のパートナーと世界ジュニア選手権優勝の経験はあるが、シニアの ISU チャンピオンシップス優勝は、これが初めてである。サムエルソン、ベイツアナウンスコーチングチェンジ、ICENETWORK.com、エイプリル28、2010、エインズワース、アレクサ、サムエルソン、ベイツコールイットクイッツ、ユニバーサルスポーツ、サムエルソン、 ベイツアナウンスエンドオブパートナーシップ。U.S. フィギュアスケーティング、ジューン28、2011、ローズワター、エイミー、チョック、ベイツフォームニューオン、アイスパートナーシップ。アイスネットワーク、サイドル、インジュリーポップス、アップアットワーストポッシブルタイムフォーマディソンチョックハット、アジソンチョックエヴァンベイツムーブ、トレーニングベース2モントリウール、 ハットアメリカンアサインメントチェンジズフォーグランプリイベンツ、インカナダ、フィンランドハット、バイオグラフィー。web.archive.org、2019年3月9日、閲覧。ノビオリンピアンズ2センド、ホープユニティ、メッセージバイスケーティングツージョン・レノン S ・イマジン。デトロイト・フリープレス、2019年3月9日、閲覧。ワード・ゲッツ・チョック、ベイツ・インいうザ・ヒップ・ホップ・グルーブ。 ハットベーツ、We are trying to take that last step up. ありがとうございます。